フォーブルドン、フォーボードン、フォーボードン、フォーブデンは、中世後期から、初期ルネサンスに、特に、ブルゴー入学派の作曲家たちによって用いられた、火星技法である。フランス語で、偽りの低音の意味である。この技法の実践者として、ギオーム・デュファイが有名であり、彼の創始になるものとの説もある。平行活性の単純な響きが、多くは、 典礼文による歌詞を聞き取りやすくしている。最も単純なフォーブルドンの形式は、低旋律と6度下、完全4度下の三世からなる。単調さを防ぐため、また終始に際して、最低音部は時として、最上昇のオクターブ下に跳躍し、他の西部はわずかに装飾されることがある。通常は、曲のごく一部で使用される。フォーブルドンの例。 現代寄付法によるギオーム・デュファイのマリア・アンティフォン、アベ、マリス・ステラの冒頭。最上性と低音は自由に作曲され、フォーブルドンで書かれた中間のセ部は正確に、最上昇を完全4度下になぞっている。低音部は常にではないが、しばしば最上昇の6度下であり、装飾を施され、オクターブ下で終止する。成果においてはこの後は、改修が旋律を。 平行8度で歌う絵を何人かが、ディスカントで歌うことを意味することがあるが、歴史的にはこの後は、ジョン・ダウランド、ジャイルズ・ファーナビー、トマス・レイブンズ・クロフトといった16から17世紀のイングランドの作曲家たちによって書かれた、戦列をテノールに持つ4西部の曲を指すのに、用いられた。フォーブルドンの最も早い例は、ボローニア思考 IBC95 に見られるものであろう。 これは1440年頃に編纂され、デューファイの1430年頃の作品などいくつかの例が含まれている。15世紀の多くの曲が作曲者不明であり、成立年代も疑わしいことから、フォーブルドンの創始者を正確に突き止めるのは難しいが、ここに収められたデューファイのミサ・サンクティ・ジャケビーの集結部には、フォーブルドンの最初の実践が見られる。 年代を確定できる、最初の例は、デュファイのモテットスープリマムエモルタリバスに見られる。この曲は、ローマ教皇エウゲニウス4世とジギスムントの紛争の和解協定に際して書かれ、その後1433年5月31日に、ジギスムントは教皇によって神聖ローマ皇帝に体感された。この4世部のモテットではテノールが消えると、 上の三西部がフォーブルドンで開始される。最初に用いられたのは、イタリアと見られるにしても、フォーブルドンは15世紀中央までネーデルライトを風靡したブルゴーニュ学派の特徴的なスタイルとなった。ジル・バンショワ、アントワーヌ・ビュモは、ヨハンネス・ブラッサールらは、このスタイルを常に彼らの個人様式に合わせて頻繁に用いた。15世紀のイングランドでは、 これと関連しつつ並行して、別個に発展が見られ、ファバードンと呼ばれた。フレーズの終わりにオクターブと5度の強和音程を持ち、かつ6から3度の火星の連なりを伴う。このファバードンは、表面的には低旋律と6度下、完全4度下の三世からなる蒸気フォーブルドンに類似するものの、こちらは既存の旋律に火星をつける、図式的な方法であり、旋律は、 中間の西部に置かれた。ありがとうございます。